17号ではコンピューターパネルを組み立てます。今回付属するパーツです。つまみのパーツがいろいろあるので注意して作業してください。最初にパーツ02のパネルの裏の剥離紙を剥がし、16号で付属したパネルフレームに上下を間違えないようにして貼り付けます。なお、組み立てガイドでは貼り付け後、表面を保護しているシートを剥がすとありますが、保護シートはありませんのでそのままで大丈夫です。次にパーツ 03B のグレーのつまみをランナーから切り離し、パネルフレームの上の穴に接着します。続けてパーツ 03A のつまみをランナーから切り離し、パネルフレームの下の穴に接着します。次にパーツ05の裏表を間違えないようにしてパネルフレームにはめ込みます。続けてパーツ06のパネルをパネルフレームにはめ込みます。次にパーツ 03C のグレーのつまみ3個をランナーから切り離し、はめ込んだパネルの穴にはめ込み、緩い場合は接着します。次にパーツ 04A の大きなつまみをランナーから切り離し、はめ込んだパネルの一番右の穴に差し込み、緩い場合は接着します。次にパーツ 04B の4個のつまみをランナーから切り離し、パネルに接着します。次にパネルフレームにパーツ 07A のライトカバーをはめ込みます。続けてパーツ 07B のライトカバーをパネルフレームにはめ込みます。次にパーツ08のライトカバーの配色の向きを確認してパネルにはめ込みます。最後にパーツ09のライトカバーをパネルフレームにはめ込みます。これで17号の作業は終了です。
Achète.